高輪ザレジデンスは東京都港区高縄一丁目にある超高層マンション。桜田通り沿いの角地、明治学院大学発金キャンパス向かい側の9000平方メートル以上の敷地に建築された超高層マンションである。設計は三菱辞所設計、思考は体制建設。東京建物らにより分譲された。地上47階。 地下1階建てのタワー棟と9階建てのテラス棟及び1階建ての店舗棟で構成され、それらに囲まれるようにしだれ桜、せせらぎの川、池などを設けた広大な庭園が廃されている。建設地は都心近接居住促進地域に位置づけられ、居住人口の積極的回復が望まれていることから、都心居住型総合設計制度の適用により、容積率割増しを受けた。 螺旋階段を廃した1階エントランスロビーと2階のメインロビーは MGM グランドラスベガスなどの内装も担当したデザイナー、ジェリービールの設計。共用施設として24階にスキヤ建築で知られる中村外寺公務天守公の茶室や展望室がある。ほか、2階には3つのスパ設備がある。またアテンダントスタッフも配置されている。最上階46.47階にある。 メゾネット式住居の新築時分譲価格は最高約6億円であった。テラス棟1階には24時間営業のスーパー、リンコス高縄店、2階に、四角クリニック、店舗棟には、美容室、ZS、がある。ありがとうございます。